大川春吉は日本の漁師。北海道戸前郡戸前村三家別出身。獣害死最大の惨劇と言われた三家別ヒグマ事件の数少ない目撃者の一人。同事件の犠牲者の仇を撃つため漁師となり、生涯にヒグマを100頭以上仕留めてヒグマ狩猟の名人と呼ばれるとともに、北海道内のヒグマによる獣害防止に貢献した。 三毛別ヒグマ事件復元現地に再現されたヒグマの姿三毛別ヒグマ事件は、エゾヒグマの襲撃により三毛別の住民7名が死亡した事件である。大川は、トンデン兵として入職した事件当時の三毛別区長の大川与蔵基の息子であり、事件中に自宅が事件対策本部となっていたことから、この事件の一部始終を見分していた。事件収束後に彼は、 父から漁師となって、ヒグマを仕留めることを勧められた。子供ながら、ヒグマを強く憎んだ彼は、犠牲者たち七人の遺廃の前で、犠牲者一人につきヒグマ十頭、計七十頭を仕留めて、仇を打つことを誓った。当時の大川家には、アイヌの漁師が山での狩猟を終えた後、買い物に立ち寄ることが多かった。少年期の大川は、この漁師たちに、ヒグマの生態や、 狩料の知識を教わって育った。三気別ヒグマ事件のヒグマを仕留めたまたぎである山本平吉にも指示した。長平年齢である20歳に達して領収所持が許可された後、父から貯金をはたいて購入した最新式の村田銃を与えられ、漁師となった。ヒグマ狩りを目指して山に入ったものの、実際に目撃したヒグマに恐れをなし、撃つことができなかった。 こうして、ヒグマを前にして、銃を放つことのできない日々が、実に10年以上続いた。1941年、32歳にして初めて、ヒグマの親子を仕留め、父をはじめ、地元住民たちの喝采を受けた。これがわずかな地震となり、翌1942年には4頭、翌1943年には3頭のヒグマを仕留めた。ヒグマの能と毛皮は、 高価な売り物になったが、あだうちだけが、目的の大川はそれらに興味を示さず、住民たちに無償で配布した。第二次世界大戦中の1944年、召集により戦地に赴いた。戦地でもヒグマ狩りで鍛えた、抜群の射撃能力で活躍。100メートル先の動く標的にも、銃弾を連続して命中させ、人々を驚かせた。 1946年に福員。父はすでに死去しており、父に報いるためにも、打倒ヒグマ70頭の誓いを新たにし、翌1947年から狩猟を再開した。他の漁師と協力して、ヒグマを仕留めたこともあるが、ほとんどの場合は一人で狩猟を行った。戦場で培った土胸もあり、毎年1頭から4頭、多い時では年に7頭を仕留め、 1969年には50頭を達成した。この頃に周囲の勧めで5連発のライフル銃を購入。新たな銃の性能も手伝い、間もなく念願の70頭を達成。地元では祝賀会が開催された。しかし依然として北海道内ではヒグマによる被害が続いていた。周囲の要請もあり、大川は新たに100頭の目標を立てた。 すでに60歳を過ぎており、山に入ることでの疲労が増し、銃の重量にも負担を感じ始める年齢であったが、1977年、ついに100頭を達成した。このうち大川が単独で、仕留めたものは76頭を占めている。念願の100頭を達成後、大川は銃を置き、領主を引退した。その後、事件の犠牲者たちの慰霊碑の混流を計画。思いを同じにする。 地元住民たちの協力のもと、地元の三景神社に熊谷霊碑が建立された。石踏みには大きく、世州大川春吉と刻まれた。1985年12月9日、三景別ヒグマ事件の70回忌の法要が行われた。大川は、町立三景小学校の公園の壇上に立ち、ええー、皆さん、と話し始めると同時に倒れ、同日に死去した。 大川は酒もタバコもやらずに、当日も朝から三平汁を三杯平らげ、健康そのもののはずであった。その大川が事件のあだうちとして、ヒグマを狩り続けた末、事件同日に休止したことに、周囲の人々は因縁を感じずにはいられなかったという。1986年、三毛別ヒグマ事件をもとにした、小説、ヒグマ嵐の著者である。 吉村明の著により、小説新潮総刊500号特集号に短編作品10億が掲載された。ヒグマ嵐の後日談であり、大川がモデルとされている。この作品は、ヒグマ嵐の原稿や、大川の息子である、大川隆義らが仕留めた日本最大級のヒグマ、北海太郎の白星と並び、戸間前町の宝に選定されている。山中でヒグマを狙う様子は、 非常に金欲的かつ厳格であった。持参する食料は梅干しのおにぎりと水だけであった。自分の気配を熊から隠すために雪の中で歩くときは笹に積もった雪が地面に落ちる音に合わせて足を動かした。匂いを感づかれることのないよう、タバコを吸うこともなかった。多くのヒグマを仕留めた一方で、ヒグマを山の神ともあがめていた。 死んだヒグマの遺霊のための熊祭りを欠かすことはなかった。山に入ったら、熊の悪口は一切言ってはならないと、口癖のように語っていた。晩年には子熊をかばう、母熊の仕留めを躊躇することもあった。犠牲者たちのあだだけを考えてヒグマ狩りを続けたものの、百頭を達成した後には、本当に悪いのは、ヒグマではなく、その住みかを荒らした自分たち人間の方ではないかと、 考えたとも言う。1969年にヒグマ狩り50頭を達成した際には、北海道内で最も多くのヒグマを仕留めた名人として評価された。70頭達成後は第二本領誘会から、有害獣駆除の貢献への感謝状が贈呈された。ノンフィクション作家の木村森武は、大川の仕留めた100頭以上のヒグマを指し、これらかけねない捕獲頭数は、 あだやおろそかな努力では達成できぬ医業であると語っている。北海道内でのヒグマによる被害は、1904年から未気別ヒグマ事件発生までの10年の間に、死者46名、負傷者101名、牛馬2600頭に及んでいる。しかし、大川が漁師となってから約20年間の被害は、その3分の1まで減少しており、 このことからも、大川の功績は高く評価されている。ありがとうございます。